どうも、石川です。はい、これより登録しました過去問解説講座を始めていきたいと思います。こちらの講座では、奈良ブロックですね、独自開催となります。こちらの2020年度の、過去問について解説をしていきます。過去問については下の概要欄からダウンロードできるようにしておりますので、ぜひぜひご利用いただきたいと思います。はい、それでは早速始めていきましょう。問11番です。引き続き第1章に関する内容ですね。高齢者に関する記述の正誤について正しい組み合わせを一つ選びなさいということで、はい、こちら答えは2番が正解となります。A、医薬品の使用上の注意においては、おおよその目安として75歳以上を高齢者としていますよとあるんですけど、これ75歳以上ではなく、65歳以上ですね。はい。ということで、65歳以上なんだなというところを間違えないようにしておきましょう。A は誤り。そして B、年齢から副作用を生じるリスクがどの程度増大しているかを判断することが容易であるため、年齢のみに着目してというところ違いますよね。容易に判断することは容易ではありません。なので、年齢のみに着目することも危険なので、B は誤りとなります。はい。そして C と D は正解なので、2番が正解となりました。では次行きましょう。問い12番です。妊婦、授乳婦に関する記述の正誤について正しい組み合わせを一つ選びなさいということで、はい、こちら答えは4番が正解となります。A 丸、B 丸、それから C なんですが、授乳婦が使用した医薬品の成分が乳児中に移行することはないよとあるんですけど、そんなことありません。乳児に移行するものたくさんありますので、C は誤りです。はい、ということで D も正解なので4番が正解でしたね。はい、では次行きましょう。問い13番です。次の記述は、プラセボ効果に関するものであると。カッコ内に当てはまる軸として、正しいものの組み合わせを一つ選びなさいということで、はい、こちら答えは1番が正解となります。プラセボ効果もですね、よく問題として出題されてきますので、しっかりと確認していただきたいと思います。特に穴埋めになっているところ、重要な、キーワードが出ておりますので、ぜひそのあたりのところですね、しっかりと確認していただき、さらに、プラセボ効果って範囲が割と少ない、狭いので、そこをしっかりとテキストや参考書の文章を読み込むようにしておきましょう。はい。ということで、問い13番は1番が正解でした。では次行きましょう。問い14番です。医薬品の品質に関する記述の正誤について正しい組み合わせを一つ選びなさいということで、はい、こちら答えは5番が正解となります。A、医薬品に配合されている成分には、高温や多湿によって品質の劣化、を起こすものがあるが、光によって品質の劣化を起こすものはないよ。そんなことありません。紫外線とか弱いものあります。例えばビタミン剤とか弱いので、褐色の瓶とかに入ったりしますよね。はい。ということで、A は誤りです。それから B は正解 C なんですが、医薬品に表示されている使用期限は、開封、未開封を問わず、製品の品質が保持される、期間ですよとあるんですけど、違いますね。開封してとかではダメです。未開封状態でというところが条件となりますので、C は誤りですね。はい。そして D は正解なので、5番が正解となりました。では次行きましょう。問い15番です。次のうち、一般用医薬品の役割として、誤ってるものを一つ選びなさいということで、これ優しいですよね。こう、誤ってるものとか、正しいものとか、過去問とか見ていただくと、こう、太字になってますので、容易に見分けがつくかと思うんですけど、ただそういうところで引っかかっちゃう方もいらっしゃいますので、十分に気をつけてくださいね。ということで、誤ってるのは、2番が誤っております。はい、特に一般用医薬品の役割に関しては、よく引っ掛け問題が出てきます。なので、しっかりとキーワードを押さえておいてください。ということで、2番のところでは、重度な疾病に伴う症状の改善。重度な。いや、ダメですよね。一般用医薬品というのは、あくまでも、軽度です。軽度です。軽い状態ですね。軽度な状態なので、重度なというところでは、例えばドラッグストアに口からもうバシャーバシャーって血出しながら来て、すいません、血出てるんでどうにかなりませんか、いや、医療機関行ってくださいよって話になっちゃいますから、なので2番は誤りですね。はい、あと他にはですね、例えば3番の生活習慣病などの疾病に伴う症状発現の予防というところでは、これ治療って出てきたらこれも誤りなので、そんな引っ掛け問題、引っ掛からないようにしておいてあげてくださいね。はい、ということで、問い15番は2番が誤ってる内容となりました。では次行きましょう。問い16番です。適切な医薬品選択と受診勧奨に関する次の記述、関する記述の正誤について正しい組み合わせを一つ選びなさいということで、はい、こちら答えは1番が正解となります。
A は正解、それから B なんですが、一般用医薬品の販売などに従事する専門家においては、購入者などに対して常に自己の経験に基づいた情報提供により、セルフメディケーションを支援していくことが期待されていますよとあるんですけど、これ購入者などに対して常に自己の経験にという基づいたものだけではやはり危険なので、もちろん違ういろんな要素をですね、いろいろですね、含めていただきたいと思いますので、 B は誤りとなります。はい、そして C と D は正解なので、1番が正解となりました。では次行きましょう。問い17番です。次のうち医薬品の販売などに従事する専門家が購入者から確認しておきたい基本的なポイントとして、誤っているものを一つ選びましょうということで、誤っているのは2番が誤っております。はい、ということで、2番はその医薬品を使用する人の血液型は何型か、血液型が何型か、そこまで必要でしょうかね。例えば血を抜く採血をしてとか、血液を使ってっていうわけではないですよね、一般用医薬品は。だから、血液型が A 型なのか、O 型なのかというところで、あなた A 型なんですね、几帳面な方、いや、そういう情報もいらないですよね。はい、だから、そういった意味では、血液型は特に必要ございませんので、2番は誤ってる内容となりました。では次行きましょう。問い18番です。医薬品の副作用及び薬害に関する記述の正誤について正しい組み合わせを一つ選びなさいということで、はい、ということで答えは3番が正解となります。はい、薬害問題に関して、複合的な内容が出てきましたね。なのでここを特に気をつけていただきたいですね。特に A、 医薬品の副作用は医薬品が十分注意して使用されれば起こらないものですよ、そんなことはないですよね。だからこのあたりは大丈夫ですよね。で、 B は正解です。そして C なんですけど、国内で一般用薬品として販売されたもので薬害の原因となったものはないよ、そんなことないんですね。実はサリドマイド製剤とかに関しては、市販薬で売られておりましたから、なので国内で一般用医薬品で、薬害の原因となったものもございますので、 C は誤りです。はい、それから D、 医薬品による副作用には眠気、恍惚などの比較的よく見られるものは含まないよとあるんですけど、そんなことないですね。これも副作用に含んできますから、 D は誤りということで、3番が正解となりました。はい、では次、問い19番です。次の記述はサリドマイド及びサリドマイド訴訟に関するものである、括弧内に当てはまる軸として正しいものの組み合わせを一つ選びなさいということで、はい、こちら答えは5番が正解となります。はい、ということで、まずサリドマイド訴訟、ちょっと簡単におさらいをしていきましょう。サリドマイド訴訟というのは、サリドマイド製剤を、使っております。で、サリドマイド製剤誰に使ったんですかというと、妊婦さんに使っちゃいました。なんでかっていうと、眠れない妊婦さんがたくさんいらっしゃいました。妊婦さんってホルモンの変動が著しいので、なので日中眠くなってしまったり、夜眠れないとかっていうことがあるので、よし、じゃあ眠くさせてあげようと、気持ちを沈めてあげようということで、妊婦さんに使ったところ、出生時に、四肢欠損、手足がないんですよ、という赤ちゃんが生まれてきちゃいました。あとは、1000点以上耳の障害などが出てきてしまう赤ちゃんとかが生まれてきてしまったので、そんなところではこれはやばい、というところで、出てたんですけど、特にこのあたりはですね、サリドマイド製剤、世界的に使っておりました。で、ドイツのレンツ博士というのが警告をして、ドイツでは製品の回収が行われたんですけど、日本では、その回収が行われたのは、約1年ごと、そういうところでは対応の遅さも、問題視されておりましたので、なのでそういった意味では、このサリドマイド訴訟、訴えられちゃったんですね。はい、で、特にそのサリドマイド製剤、光学異性体という化学的な構造がですね、メインの作用、それから副作用で形がちょっと違いました。それが R 体と S 体ということで、特にこの R と S を他のアルファベットで引っ掛けてくることはございません。ただ R 体はどんな働き、S 体はどんな働きっていうのをしっかりと確認してください。R 体に関しては催眠鎮静作用があったんですけど、S 体は血管新生を妨げる働きがありました。血管新生を妨げるですね、そんな感じで覚えていただくといいのかなと思うんですけど、そんな、作用がありました。はい、ということで、
じゃあ、S 体だけ分離して R 体だけ投与すればいいじゃないかってなってしま、なったんですが、じゃあ R 体だけ投与しても体の中で S 体に変わってしまうというようなところでは分離が難しいということで、ここではですね、サイドの製剤、特にこういった特徴がいろいろありましたので、それを踏まえてというところで、こちら答えは5番が、正解となります。はい、なので、今お話ししたところが要素で全て組み込まれておりますので、ぜひぜひですね、もう一度サリドマイド訴訟のことについておさらいをしておきましょう。はい、では、次行きましょう。問い20番です。クロイゾフェルト薬物病 CJD 及び CJD 訴訟に関する記述のうち、正しいものの組み合わせを一つ選びなさいということで、はい、正しいのは4番が正しくなっております。A、CJD は、ウイルスの一種であるプリオンが原因となっておりますよとあるんですけど、これウイルスではなくタンパク質です。はい。そして B、CJD は次第に、筋萎縮性、側索硬化症に、類似した症状が現れ、死に至る重篤な神経難病ですよとあるんですけど、これ CJD は認知症に類似した神経難病になりますので、そして、死に至るものになります。はい、なので、この筋萎縮性側索硬化症に関してなんですけど、これは、このあたりはですね、ぜひインターネットとかでこう調べていただきますと、これに罹患したという、可能性が高い芸能人の方とか結構出てきますので、ぜひそのあたり、いっぱい出てくるわけじゃないですけど、出てきますので、ぜひそのあたりで、この方がというところでイメージしていただくと、ちょっと抑えやすいかなと思いますので、ぜひぜひ、この辺りちょっと検索してみてください。はい、なので、まあ、筋肉の病気、まあ、神経のね、病気にもなりますけど、まあ、筋肉がこう固まってしまってというようなね、そういう病気になりますので、なので、今回はそこを覚えるというよりも、そうではなく、この CJD というのは、認知症に類似した神経難病、死んでしまうんだなというところ、死に至ってしまうことがあるんだなというところを押さえていただきたいなと思います。はい。そして C と D は正解となりますので、4番が正解なんですけど、もう一度ですね、CJD のことについて確認していきますと、CJD 訴訟というのは、人間層硬膜を、使ったんですけど、これを脳外科手術に、使っていきました。ただ、処理がちょっとまだ不十分だったので、その人間層硬膜、要は人の硬膜という膜があるんですけど、その膜にプリオンというタンパク質の一種が、混入してしまいました。で、それが混入したことによって、神経難病、認知症に類似する神経難病に罹患してしまって、その病気の名前を CJD、クロイツフェルト、ヤコブ病というものになっておりますので、そういったところを十分に気をつけていきましょう。はい、なのでこのあたりイメージしづらいなっていうところはあると思いますので、例えば、皆さん、テレビとかでも、狂牛病って聞いたことありますよね。そうなんですよ。それとこの CJD は、ほぼ同じような、プリオンが、原因となってきますので、なので、そのようなところでちょっとイメージしておいていただくと、つながりやすいかなと思います。はい。ということで、ここまでのところ、特にですね、訴訟に関するところは、よく試験でも問われてきますので、しっかりと確認をしておいていただきたいと思います。はい。ということで、ここまで動画いいなと思っていただいた方はですね、ぜひぜひ、LINE などに登録していただきますと、下の概要欄にありますので、登録していただきますと、質問なども OK しておりますので、ぜひぜひご利用いただきたいと思います。ということで、本日も動画を見ていただきまして、誠にありがとうございました。